のドリカムさんの思い出の曲は時間旅行です。まあ、知ってる人はもちろん、ああ時間旅行いいねって多分言ってくれると思うんですけど、意外とその人気の上位に入ってこない曲なんですが、これ収録アルバムがワンダースリーって言って、高校1年生の時に買った、ドリカムさんのアルバムで初めて買ったアルバムがワンダースリーで、その中に収録されている時間旅行というこの曲がとても大好きで、学校の登下校中よく聴いてました。僕のリフレッシュ方法は、ドライブです。よく行くところはやっぱり湘南が多いです。で、行きつけの喫茶店とか、定食屋さんがあるので、ちょっと疲れたなとか、ちょっとなんかこう気分転換したいなっていう時には、必ず湘南あたりに車でドライブしに行ってます。